今日も、1パック500円でだいたい80万円ぐらい入ってるのかなのビクトリーかレジェンド確定の訳ありパック開けていきます。いっか今日よいしょ、おちょっと待って、ね、この辺が光ってるの後でしょうか。はい、モエルタイラーのライター、いいねこれね。お、なんか綺麗だよこれ。あ、ぶっ飛べサイキックね。はい、サイキッククリーチャーを破壊するからね。はい、このポン吉燃え、あ、燃えるゴフがなんかやったら入ってない。で、中堅八甲スコーピオンのアルスラ研究所、はい、あ、ブリンキン将軍と、ブイジェラードのサザンジのフレームシバット、アザラシの燃えるまたラブバットラチホネ踊りで、まあこんなもん、あ、これ持ってないかな、あるよね、相手のプレッシャーいたんです。はい、大ゴロですね。で次行こうか、次か、この辺光ってるか、大丈夫か。で、リーディーペロル、バトドックスカッパー、三玉カルツタ、はい、ゴーマンナクル、ザクルマも使えるかとね。はい、ボンスカル、あら、はい、ニアリー、ニアリー入ってた。はい、あ、これはいいですね。はい、で、お釈迦くんのガチャンコミロブ1個、あ、ニアリーゲット、はい、ね、一時期あんなに高かったのにね、もう殿堂入りすると入っちゃうね。はい、エキゾーストのと、あ、これはね、いいカードが来ましたね。はい、そんなもんかよ。じゃあこっちからいこっか、シューバーのモードチェンジですね。ナッシングゼロよく入ってんね。もう殿堂入りしたらね、殿堂入りカードがね2種類入ってたね。え、ガイアル DS、 あれこれなんだ、持ってないよね。おと、ムーラ、はい、これもよく入ってるね。はい、こっち、あ、あ、そう、あ、あ、2枚入ってた、ごめん、ちょフライングで見ちゃった、ちょっと待ってね。まあとりあえずこっちから行く、ミラクルスターのドルマロブね、ですね。で、これがあれ、はい、ギョギョで、あ、1枚とも、たまに2枚入ってることあるね。キラマル、まあゴールデンベストだからね、そんなに100円200円とかの世界だと思うんですけど、2枚入ってたんでよかった、そんなにボロくはない。はい、キラマルですね。まあ2枚入ってたけど、まあゴールデンベストのちょっと外れ枠してあれですけどね、中でも安い分が入ってましたね。はい、じゃあ以上です。